お疲れ様です確かにねあんまり売れすぎても1人なんんでで困るんですよねこれを言うとすごく贅沢な形になりますけども今本当に速下塾の塾手さんで熱心にやってくださる方のサービスは手厚くしたいんですよねそこをおまあ何ていうの売上優先にして対応がおろそかになったりテンプレートになったりとかはやっぱりしたくないなと思いますね。それをするとやっぱりねこういった速下塾っていう個人塾の良さがなくなってきますんで。 で、あの、いつだったかね、2017年の1月だったと思いますけども、400件のね、即可塾が売れたことがあって、で、一件一件、やっぱりね、俺の動画撮ってたんですけども、100件を超えたあたりで、なんかその、残数、残り300とかになってね、とても間に合わないと思ったんで、そこからは共通動画にさせてもらって、コピーペースト、コピーペーストにさせてもらったんですよ。本当になんかもう間に合わなくて、そればっかりやってるようになりますんで。で、早めにカリキュラムに入った人は、 そっちの方のね、対応を求めてくるわけじゃないですか。で、サービスのレベルが薄くなっちゃう全く意味がないんでね。だから今、FX オリガルヒっていうのをやってますけども、年間で本当にね、15人とかがマックスかなと思ってやってたんですけども、現在28人なんですよね。で、そもそも第1期生を募集した時に8人限定ってことだったんですけども、その時点で10人超えちゃったんですよね。だからもう月に1人か2人を、まあ、 ね、参加するなら参加してもらって売り上げとサポートのバランスを取ろうかなと思って今28人なんで1年経たずに28人なんでね本当に月間で2人入ってきてくれたらちょうどいいペースかなと思ったらまあまあトントンぐらいかなってとこですかねやってみたら結構慣れてきたんでまだまだねあと10人ぐらい増えても大丈夫かなと思いますけど一気に10人増えても困るんでちょろ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 と月に1人ぐらいプラスになればいいかなっていう感じで2年目を迎えようかと思いますやっぱりサービスの質ってのは落としたくないですからね このサービスの質があるからこそ、やっぱ、高額であることとのバランスが取れると思いますし、やっぱり、安いというふうに思っていただかないといけないんでね、で私はクイックレスポンス、即レスポンス、で、動画更新も、今のペースを落とさずにっていうことを慎重にする以上ね、やっぱり、これはやらない意見ですね。うん。どんな時でも、朝のライブ放送も欠かさないし、みたいな、そんなとこじゃないですか。まあ、吉田さんも同じだと思いますんで、売れすぎても困るから、本当にこう、売り切りの商品と、 きっちりりサポートを延々とととすするるやつと切り分けてると思うんですよ売り切りの商品っていうのはね、数百円とか数千円とか、まあね、3万5万単位でストップして、でやっぱり何十万っていうやつはうん、のサポートをほぼ無限でやりたいみたいなとこじゃないですかね。いってらっしゃい。